踊りの学校に行っているとか、芸術の家系であるとかっていうようなことと関係なく、村の集会場で小さな女の子たち、男の子たちが集まって、村の踊り上手のおじさん、おばさん、時にはお兄さん、お姉さんに踊りを教えてもらっているという姿もよく見かけられます。この後はガムランの演奏に乗せて、そうした踊りの一つをご覧いただきます。今日ご覧いただくのはレゴン・ラッサムという曲です。この曲には3人の踊り手が登場します。最初に出てくる赤い衣装を着た一人の踊り手、この人はチョンドンと呼ばれ、宮廷の侍女の役です。これから始まるレゴンのお話、どんなお話かということをこのチョンドンが踊りで語ります。続いて緑色の衣装を着た2人の踊り手が登場します。同じ衣装を着ていますが、向かって左側がラッサム王、右側がランケサリ姫です。レゴン・ラッサムはこのラッサム王とランケサリ姫にまつわるお話を綴った曲です。それではガムランの演奏に乗せてレゴン・ラッサムご覧ください。